一月前、彼が上級生病院送りにした現場には何も泣くことないでしょ。違う、嬉しくて。大丈夫だよ、今に春の周りはたくさんの人で溢れるから。がいるなら学校行ってみてもいい。そりゃよかった。なんかドキドキする。俺しずくが好きかも。え、それは友達的な意味で？性的な意味で。ちょっと待って、それって多分刷り込みっていうか、他に友達いないから勘違いしてるんだと思う。じゃあ俺に友達できてからだったらいいのよ。まあそれでもずっと変わんねえよ。俺はきっとお前のことが好きだよ。あんたも嬉しそうだしね。何？やっと静かにだ。ミッチー、ジュース買ってきます。ハルくん、頑張って。いや、ハル、いつの間に。あ、授業。まあいいから寝ろよ。なんで起こさないのよ。だってすげえ寝てるし、可愛かったから。こいつはたまにわざってんのかと。ハル。ん？私、ハルに会えてよかった。今まで勉強しか興味なかった。こうなったらとことん楽しもう。私、ハルが好きだ。あんたが怯えるから相手も怯えるのよ。ハルがニコニコしてるのは私結構好きだ。まあいいよ。じゃ。おはよう、ハル。よう、しずく。ずいぶん早いね。2学期だからな。朝6時に来た。6時？また毎日しずくに会えると思ったら目が覚めた。ハルがいなくなるか、そんなこと考えたこともなかった。俺のこと好きだくせに。ここでそれも言うか。ハル、本当は家に戻りたいと。ああ、全然ねえな。ありゃ鬼の住処だ。あ、なんだ。人は不安になると人に触れたくなるらしい。触っていい？は？なんだ、こういうことか。ハルがいなくなったら多分私は寂しい。うん、俺は雫と一緒に。